指輪物語、指輪物語、指輪物語、現代は、イギリスの JRR トールキンによる長編小説。妖精や魔法使いが国家を築き、戦争を繰り広げる架空の世界を舞台としたハイファンタジー品である。初期作品、コビットの冒険の続編として始まるが、より大きな物語になった。1937年から1949年に、 かけて少しずつ書かれたが、執筆期間の大部分は第二次世界大戦中であった。最初の版は1954年から1955年にかけて三巻本として出版された。以来多くの言語に翻訳され、増刷を重ね、二十世紀文学で最もポピュラーな作品の一つになった。指輪物語の舞台となる場所は地球である。しかしその舞台となる時代は、 著者が想像した歴史上におけるアトランティス崩壊後にあたる遠い昔であると設定されている。トールキンはこの背景世界に古英語のミドガルドを現代語化した英語名中津久にを与えた。物語は名王サウロンの作った力の指輪の存在を軸にコビットやエルフ、人間、ドワーフ、魔法使い、ゴブリン、トールキンはほとんどの場合、オークと呼ぶ。 トロルなど多彩な種族を巻き込んで展開する。ホビットショーで静かに始まった物語は、やがて中津国全域を舞台として、世界の運命を決する指輪戦争の成り行きをたどることになる。本編の他に、豊富な歴史的及び言語学的背景資料を提供する6つの追放編が添えられている。指輪物語は、トール・キンの他の作品と同様。 その文学的な主題と起源に対し、多くの研究者によって、広範囲にわたる分析がなされた。指輪物語は大作であるが、実はこの物語は1917年以来、トールキンが長年取り組んできた、巨大な神話軍、または伝説体系、レジェンダリウムの最後の一辺でしかない。指輪物語への影響を与えたものとして、言語学、神話及び宗教が挙げられる。 そしてそれらと同様、トールキン以前のファンタジー作品と第一次、世界大戦でのトルキン自身の経験が作品に大きな影響を与えている。一方で、指輪物語はかなりの影響を現代のファンタジーに与えたと考えられていて、トールキンの作品の衝撃の大きさから、トールキニアン、トルキニエント、トールキン風、トルキネスクといった単語の使用が、 オックスフォード英語辞典に収録された。指輪物語は絶大かつ永続的な人気を得て、大衆文化に頻繁に参照され、ファンによる多くのファンダムが設立され、トールキンとその作品に関する多くの本が出版された。指輪物語は短編、ゲーム、美術作品、及び音楽作品に様々な着想を付与し続けている。後半のメディアで、 トールキンの作品はよく上演され、特に、指輪物語はラジオ、劇場、及び映画で上演された。2001年から2003年の映画、ロード・オブ・ザ・リング三部作のリリースは、本作の認知度、影響力をさらに高めることとなった。三部作はすべて世界史上のベストセラーのトップ10に入り、それぞれ1億5500万部、1億5000万部、1億4000万部を、 売り上げている。トールキンは、ホビットの冒険を書いた後、別の本を書くつもりはなかったが、出版社に説得され、新ホビットの冒険を構成し始めた。完璧主義者である、トールキンの希望のため、執筆ははかどらなかった。彼は、小説作品を純創造、そして彼自身を純創造者と考えて、創造を彼の義務であると信じていたため、その創作には、 妥協がなかったものと推測される。三冠構成版が非常に広く流通しているので、作品はよく、指輪物語三部作と呼ばれるが、一つの小説として構想され、書かれたので、これは厳密には正しくない。もともと、トールキンは本作を大きな一巻本で刊行しようと意図していたのだが、これは第二次世界大戦後の紙不足のために不可能になり、 その代わりに、旅の仲間、第一部、第二部、二つの党、第三部、第四部、王の帰還第五部、第六部、追放編の三巻に分割され、1954年から1955年の間に出版された。1966年、この他に、ファンの作った三つの作品が王の帰還に追加された。分割の際に、第五部、第六部に対する、 王の帰還という題について内容を知らせすぎるとしてトールキンは難色を示していた。トールキン自身はこの部分に対し指輪戦争を提案していたが出版社に退けられた。トールキンがもともと六部構成につけようとしていた題は次の通りである。作品全体の名前はエロッティハー。エロッティハーあるいはターンに LR と三巻はそれぞれ FR。 ホトアあるいはホトア、ザ・フェローシップ・オブ・ザ・リング、TT あるいは T TT、TTT、ザ・ツー・タワーズ、そして k、RK、RTK あるいはアーティ k ザ・リターン・オブ・ザ・キングと略記される。いくつかの場所や登場人物について、トールキンは自ら幼年期に過ごした、セア・ホール、当時は、ウォリックシャーの一ノーソンで現在は、バーミンガムの一部、そしてバーミンガム自体から着想を得ている。 最初、全3巻は、アリンアンウィン社から1954年から1955年にかけて、数ヶ月おきに刊行された。その後、多数の出版社が1巻、3巻、6巻あるいは7巻の、定裁で複数回にわたり再発行し、ISBN0 から007から2363から2、全4巻セット等が現在入手可能である。 1960年代初期、ペーパーバック出版社エースブックスの SF の編集者、ドナルド・ A ・ウオールハイムは、指輪物語の米国ハードカバー版は、米国の著作権法では保護されないと考えた。そして、エースブックスは、トールキンに許可を得ず、印税も払わずに本作を出版し始めた。トールキンは、彼に手紙を書いた、米国のファンへこのことを、 はっきりと述べたため、ファンによる草の根の圧力は次第に大きくなり、エースブックスはそれらの出版を取りやめ、正式な出版の場合よりはかなり低い額ではあるが、トールキンへの名目上の印税支払いをすることになった。しかしながら、正式に認可された漫画から出版され、凄まじい商業的成功を得たため、トールキンは十分に報われることとなった。 1960年代半ばには、本作はアメリカで最も有名な作品の一つになり、ガンダルフを大統領に、といったスローンが現れるなど、社会現象とまでなった。本作は多数の言語に翻訳されたが、トールキンは言語学の専門家として、これらの翻訳の多くを検査し、翻訳過程及び彼の作品内容両方を説明するコメントをした。 デンマーク語版の翻訳作業には、マルグレーテ二世も参加しており、挿絵も、マルグレーテ二世によるものである。トールキンによるエピックファンタジーの大成功で、ファンタジーへの需要が非常に大きくなり、このジャンルは大きく花開いたと言える。以後、ファンタジーの多くの領書が出版されたが、特筆すべき作品としては、アーシュラケールイコールグインの、ゲドセンキや、ステファンドナルドソンの、 シンゼザルモのコブナントがある。1987年、テキストの電子化により、英米のテキストが一致した。2004年、50周年記念版として、クリスティーナ・スカル、ウェイン・ジー・ハモンドによる注釈。トール・キン作のマザルブルの書の差し絵付きで出版された。2005年、クリスティーナ・スカル、ウェイン・ジー・ハモンドによる作品の再構成。 テキストの全面見直し版が出版された。他の芸術分野全てと同じように、立派な作品を真似ただけの派生本はたくさん現れた。指輪物語の筋をなぞっただけの派生品について、トルキニスク、トルキネスクという用語が使われようになった。魔法のファンタジーの世界を邪悪な冥王の軍隊から、救う探求に乗り出す冒険者の一団が、というストーリーはそれにあたる。 1972年から1975年にかけてセダテージ役の全六巻が評論者から出版され、1977年に同社から内容のほぼ変わらない文庫版全六巻が出版された。1992年、すでに亡くなっていたセダテージの役文をもともと協力していた田中昭子が全面的に見直し、 両名の協約という名義になり、愛蔵版全3巻、英語版全7巻、文庫版全9巻の3種が発行された。愛蔵版と英語版では、追補編 D の後半以降が追加され全役となった。2003年には文庫版に第10巻、追補編が追加発行された。作中にある英語由来の固有名詞を翻訳する際には、 各国の言語に修正するようにというトールキ金の意向を反映して、セダテージ役ではいくつかの人名や地名が日本語に翻訳されている。また、ゴク理が一つの指輪に呼びかける、マイ・プレシャスを愛しいしとマザルブルの間で、フロドが上げる時の声、シレを、ホビット賞の一の太ち、と訳した部分などは、セダテージの独創性を示す恒例である。なお、 セダテイジ役でカユムラと訳されていたブリーは、田中昭子教役では、ブリー村と修正されている。指輪物語は、トールキン自身の言語学、おとぎ話、北欧神話、ケルト神話に対する興味から始まった。トールキンは驚くほど自らの世界を詳細に、形成し、中津国とその世界のために、登場人物の形図、言語、ルーン文字、小読み、 歴史を含む完全な神話体系を創造した。この補足資料のいくらかは、指輪物語、追放編で詔述されている。神話の物語は、シルマリルの物語と題する聖書のような、女児詩的長編へと折り上げられた。JRR ルキンは以前、指輪物語は、基本的には、宗教的でカトリック的作品であると記述した14、142。 そこでは極理へのビルボー及びフロドによって示される慈悲及び哀れみゆう大きな美徳が勝利を収める。フロドが一つの指輪の力と戦った時、トールキンの心には、主の祈りの言葉、我らを試みに合わせず、悪より救い出した前が常にあった。同書百八十一百九十一。トールキンは、自分の作品はどんな種類の愚异も含まないと、繰り返し主張し、また、 その問題についての彼の考えが序文に述べられているのだが、支配の指輪は原子爆弾の偶話であるという推測をする者は多かった。指輪物語のプロットは前作のホビットの冒険から、そしてより間接的にではあるが、シルマリルの物語の歴史から組み立てられている。シルマリルの物語は指輪物語の登場人物が過去として想起する出来事を含んでいる。 ホビットたちは彼らの全世界を脅かす大きな出来事に巻き込まれ、悪の召使いサウロンは彼の権力を奪い返すことができる手段として失われた一つの指輪を回復しようとする。人間、ホビット、エルフ、ドワーフ、オーク、トロルなどが住む架空の世界である中津国ミドルアースを舞台とし、主人公のホビット族であるフロドを含む9人の旅の仲間が 冒険と闇の勢力との戦いを繰り広げる。諸悪の根源、冥王、サウロンを完全に滅ぼすため、すべてを滑る、一つの指輪を破壊するための冒険という情が描かれる。その物語は、太古の昔ホビットにより書かれた、架空の書物、西境の赤表指本の写本を発見したトールキンが、その抜粋を翻訳したものである、という体裁をとっている。 より詳細なあらすじは、旅の仲間、二つの塔、王の帰還の功を参照のこと、ビートルズ版の計画があったが実現しなかった。スタンリー・キューブリックも映画化する可能性を調査したが、そのためにはあまりに壮大であるとその考えを放棄したと言われている。1970年代の中頃、有名な映画監督のジョン・ブアマンは、 権利所有者で制作者のソウルゼインツと共同で実写映画についての検討を行ったが、当時はあまりにも費用がかかりすぎると分かった。1978年、ランキングイコールバススタジオとトップクラフトは、指輪物語関連で最初の映画化として、テレビ放映用アニメーション版、ホビットの冒険を制作した。これは、指輪物語の前編にあたる。 その直後にソウルジェインズはランキンイコールバスの後を継いで旅の仲間及び二つの塔の前半部分をアニメーション映画として制作した。1978年ユナイテッドアーティストがリリースした指輪物語の監督はラルフ・バクシで俳優の姿を撮影してその上から作画するというロトスコープと呼ばれるアニメーション技術特色としていた。 おそらく予算の圧迫あるいは超過、あるいは対策と取り組む困難のためにこの映画の品質は不均一であった。マックス・フライシャーのロトスコープ技術を使い、実際のアクションシーケンスの上からアニメーションの絵を描いて、ある部分は完全にうまくアニメーション化されていた。さらに映画はヘルム峡国の戦いの後で不意に終わるが、しかしサム、フロド及びゴクリは、 死者の沼地を横断する前なのである。最善を尽くしたにもかかわらず、博士は物語の残りを収めた後編を制作することができず、ランキンイコールバストトップクラフトが彼のために1980年にテレビ放映用アニメーション版、大機関を制作する余地を残すことになった。これらの映画が若い監修に目標とされる一方、大人のファンは、 物語の深みや暗さの多くが台無しになったと苦言を呈した。このような結果から指輪物語をちゃんと映画にするのは不可能だとも思われるようになった。さらに小説への全般的な関心の減少も映像化にこぎつけるのを難しくした。しかしながら映画制作技術の進歩、中でもコンピュータグラフィックスの進歩により映画化が実現可能になった。 ミラーマックス映画は、ピーター・ジャクソンを監督として、指輪物語の完全実写映画化を開始した。資金調達が失敗に終わりそうになった時、ニューライン・シネマが制作を引き継いだミラーマックスの幹部、ハーベイ・ワインスタイン及びボブ・ワインスタインは、最後まで映画の制作に残った。3部作の実写映画は同時に撮影された。例えば、大きな戦闘シーン等に広範囲に、 コンピュータで生成した画像を追加した。ロード・オブ・ザ・リング、旅の仲間は2001年12月に、ロード・オブ・ザ・リング、二つの塔は2002年12月に、そして、ロード・オブ・ザ・リング、王の帰還は2003年12月に公開された。三つの映画は、それぞれの年にすべて長編ドラマ、プレゼンテーション部門の集合賞を受賞した。これらの映画が物語を多少変更しており、おそらく、 トールキンの元々の考えとは本質的に異なるところがあると批評したものもあったが多くは素晴らしい作品として称賛した有名な批評家ロジャー・エバーとはジャクソンは文学の魅惑的でユニークな部分をとって現代のアクション映画の用語にそれを際はした彼がこの映画で言ったことは恐ろしく困難であり彼は 賞賛に値するが、トールキンに忠実にある方がもっと困難で勇敢だっただろうと述べている。これらの映画は、アカデミー賞で17のオスカー、ロード・オブ・ザ・リングで4、2つの塔でに、王の期間で11を獲得し、ファンタジー映画は、アカデミー作品賞を受賞できないトウジンクスも打ち破った。しかし、ロード・オブ・ザ・リングで、 助演団優勝にイアン・マッケランがノミネートされたものの俳優部門での受賞はなかった。その理由はあまりにも登場人物が大切るからだと言われている。全2作に比して王の期間でのノミネート数が突出し、ノミネートされたすべての部門でオスカーを総なめにしたのは3部作全体に対する評価が作品が完結した時点でなされた結果と広くみなされている。視覚効果。 特に感動的なデジタル登場人物であるゴクリの創造は画期的である。一年半かけて三つの映画を同時に撮ってしまうという撮影の規模だけでも洗礼がない。映画は本質的な工業的成功を証明した。ニュージーランドのウェリントンで2003年12月1日に行われた王の期間のプレミアはファンの祝賀と公式のプロモーションのうちに行われた。 A のの制作は、ニュージージランドの経済に著ししく寄与した。映画史上最大の水曜日の初日となったと言われる。王の期間は、さらに、1997年のタイタニックの後に、初めて10億ドル、全世界の興行収入を得た映画となった。2004年のアカデミー賞で、王の期間は6年前のタイタニックと、同じく11の部門で、オスカーを獲得した。 11部門の受賞は、ベン・ハー、タイタニックと並んで、史上1位。全ノミネートで受賞した記録では、単独1位である。2017年、アマゾンスタジオが、テレビドラマ化の権利を獲得した。複数シーズンの契約であり、映画、ロード・オブ・ザ・リング、旅の仲間の前日短となる予定。また、さらなるスピンオフシリーズの可能性も契約には、含まれている模様。 2018年4月現在5シーズンが予定されており、権利獲得だけで2億5000万ドル。制作費はテレビドラマ史上最高額となる10億ドルを超えるとも言われている。これはロード・オブ・ザ・リング王の期間の世界講習とほぼ同じである。契約上2年以内に制作をスタートする必要があるとのこと。BBC は13回の 指輪物語ラジオドラマ化を1956年に、6回のコビットの冒険を1968年に制作した。トールキンがどちらかのシリーズを聞いたことがあるかどうかはわからない。1956年のシリーズの録音の存在は知られていないが、しかしコビットの冒険は残っている。非常に原作に忠実なドラマ化であり、いくつかの過去の参照として、 指輪物語やシルマリルの語が組み込まれている。1979年ドラマ化がアメリカで放送され、続いてテープと CD も発売された。キャストまたはクレジットは放送に記されていない。俳優ごとに別々に録音され、様々な部分を編集でつなぎ合わせたようだ。したがって俳優が一緒に録音した BBC 版と異なり、 キャストの誰も現実に互いに対話していないので、非常に出来が悪い。1981年、BBC は構想も、新たに、指輪物語を、半時間ずつ26回に分けて、ドラマ化を放送した。指輪物語、1981年のラジオドラマを、参照のこと。現代のファンタジー文学に与えた影響は大きく、テリー・ブルックス、 レーモンド・イー・フィーストなど多くのファンタジー作家がトールキンの影響を受けたことを表明している。1970年代以降、テリー・ブルックスのシャナラの剣やステファン・ドナルドソンのシンゼザルモのコブナントシリーズといったトールキンの流れを組む作品が出版され人気を博した。このようなハイファンタジーとも呼ばれるファンタジー文学はトールキンの言うところの純創造、 ファンタジー世界を創作することを意味する造語を実践し、多くのハイファンタジー長編がトール・キンバリヌと形容された。より直接的な指輪物語関連の様々な参照としては例えば、1970年代にロールプレイングゲームを広めたダンジョンズドラゴンズ以下 D&D は安田ひとしや小谷真マリによれば指輪物語の影響を受けている。 D&D は中津国に見られる種族、とりわけ、ハーフリング、ホビットの言い換え、エルフ、当作品と同様、ダークエルフと区別される、ドワーフ、ハーフエルフ、オーク、ドラゴンを扱っている。ただし、このゲームの主導的デザイナーであったゲイリーがエギャックしたは、インタビューで、自分は、指輪物語にはあまり熱中しなかったと述べ、また、D、D&D、AD&D に、 トールキンからの強い影響があったことは確かだが、様々な種類のファンタジーから広く浅く、題材を取ったので、トールキンはその中の一つに過ぎない、ということを主張した。また、の、ファンタジー百科事典は、1960年代、後半に、指輪物語がブームになったことで、D&D のようなファンタジー要素を持つゲームが、ヒットする素地が出来上がったと指摘している。 指輪物語は D&D 以外のエピックファンタジーを扱うファンタジーロールプレイングゲームやコンピュータ、RPG などにも直接、間接の影響を与えた。指輪物語を原作とするテーブルトーク RPG として、指輪物語ロールプレイング、ミドル、アースロールプレイング、略称、マーアップも存在する。ローグライクゲームのようなアマチュア制作が主流である。 作品群への影響もあり、アンボンドは世界観をそのまま採用している。また、ハッカー文化界隈でも引き合いに出される、お気に入りの作品の一つとなっており、スラッシュドット等のニュースサイトでも、指輪物語ネタが振られる様子が見られる。映画化の折には、作品内容に踏み込んで、熱心なファン活動も見られた。米国ボストン、マサチューセッツ州に拠点を置く、タービン社が、 新たに MMORPG としてザ・ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン、シャドウオブアンマール略称ラトロを開発2007年912正式リリースこちらは映画ではなく小説に基づくストーリーラインで原作に登場するキャラクターが NPC として登場する2006年8月桜インターネット社が日本での販売権利を獲得し 2007年6月よりサービスを開始するが業績不振により2009年9月に撤退している。また、コンピューター RPG として日本語版はスタークラフトが PC-9800 シリーズ対応として制作、販売していた。指輪物語は幾度もボードゲーム化されている。以上はジャクソン監督の映画三部作の公開以前に発売されたもので、 あくまで原作小説のファンを対象にしたゲームだったが、2001年前後から映画版の鑑賞者を意識したゲームもいくつも作られるようになった。ただし、映画版以後に出たゲームの中でもライナー・クニツヤのデザインする作品やリスクの編集のいくつかは映画版だけでなく原作の指輪物語や関連作品にも基づいている。ドイツ人、ライナー・クニツヤがデザインした。 他人数協力ゲーム。プレイヤーは、作中のホビットたちになり、指輪を葬るために、滅びの山へ向かうのを目的とする。スゴロクのようにゴール、滅びの山を目指すゲームだが、ゲームが進行するたびに、自動的にさ、ウロンの邪魔が入るというルールになっており、その結果でさ、ウロンに指輪が奪われれば、プレイヤー員が敗北となる。一方で誰か一人でもゴールできれば、 プレイヤー全員の勝利になる。そのため、自分がゴールを目指すだけでなく、他者を先にゴールさせるために助けるような行動も可能となっている。英語版は、ハスブロー社、ファンタジーフライトゲームズ社から出版されている。ザ・ロード・オブ・ザ・リングスの拡張キット、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。